これはやらせじゃないですね本当に聞いてくれたんですか、ね、本当によかった、イメージ通り、イメージ通りですか、はい、よかったです、ありがとうございます、ありがとうございます。で、今アルギニンを使ってライブ、はい、こんにちは、札幌七井美容室早流しの後藤です。今回はカラーしたいですよね。なんか思ったより見えないかな、だいぶ明るくしてるっぽいんですよね。で、それにバイオレットアッシュみたいなのが入ってですよ、ワンブリでいきます。モデルさんの毛先がちょっとその距離だと分かんないと思うんですけど、ここが明るくてここに、ティントが溜まってる状態なので、ここがブリーチした時に多分赤く出るか、多分溜まった染料が出るんではないかなという予測が立ちます。で、カットは、顎ぐらいまでカットしたいということなんで、とりあえずブリーチします。ではブリーチの配合としては 1.5 です。ブリーチ1に対してオキシ5、15です。で、やっております。アイスプレーヤーでウェットした状態でちょっと毛先から様子見てみようと思うので、今、黒帯のラインがここなんですね。ここから下が染料が残ってて、ここからここは明るい状態なんで、まずちょっとこの先っちょをちょっと様子見てつけてみて、それからちょっと考えたいと思います。塗った状態なんですけど、ある程度パパッと、毛先の方がやはり抜けませんので、抜けないっていうのは染料が入って残っちゃってる状態なんで、あまり攻めちゃうとこっちばっかり明るくなってしまってかなり危険な状態になるので、ちょっとこのまま一回毛先を揉み込んで、ちょっと置いていきたいと思います。ツートーンだったところの毛先は、ちょっとアルミニンをつけてちょっと馴染ましてます。ちょっと毛先どうしても上がんなかったので、こっちの方はもうちょっと上がってきちゃってる状態で追いつかないんですね、こっちが。なんでこの分だけアルギニンをつけて、少しスピードを上げてます。根元の方はコーミングで塗っていって、伸びてきた時に、グラデーションになるような感じにしていきます。で、攻める時は絶対ハケは毛髪に対して、同じ平行にこう乗っけるぐらいにしないと、ライン結構出ちゃうんで、絶対ハケは立てない方がいいです。ハケは立てないで、完全にも同じステムと同じぐらい寝かしてください。で、ハケは寝かした状態で、このまま優しく塗っていく感じです。で、こうやっちゃうと絶対ブリーチ失敗してしまうんで、根元の方に薬がついちゃって水玉になっちゃうんで、こういう風に寝かさないと絶対失敗します。で、今アルギニンを使ってだいぶトーンが今一律になってきてるんで、まあ良かったかなと思ってますけども、ちょっと抜けが遅いかなっていう感じはちょっとあります。で、ブリーチは塗布量で結構大きく左右されるんで、顔周りの方とかあと前髪の方の塗布量とかを気をつけないと、後々仕上がりがちょっと変になってしまうんで、そこは気をつけてください。ちょっとこれさ、首これってきつい、結構こうやっといて、なんかさ垂れたら結構危ないっていうか、結構明るいやつだったり、こういう状態でもコーチでも大丈夫そうですか？大丈夫？これ今アップにしてるんですけど、今毛先の方がかなりトーンが上がらなかったんで、このようにですね、塗布量をかなり多くして、で、今最初は全然根元側の方だけ明るくなってたんですけど、今は多分毛先の方がだんだん明るくなってきて、追いついてきたかと思うんで、こういう風にこうこのパーマのこういう首に当てるやつがあるとちょっと楽かもしれないですね。はい、ここに薬剤が溜まってくれるんで洋服汚す必要もないので、こんな感じでやると、いいかなと思います。これでちょっと時間放置してブリーチは終わりっていうような感じですね。で、元はだいたい2センチ開けてる感じになります。で、今この、ブリーチをした状態なんですけど、スローの A10 です。スローのアッシュの10と、これスローですね、あと、イゴラの
ロイヤルピクサム F の、ペールバイオレットっていうやつなんですけど、こちらイゴラさんの新色ですね、バイオレット系。これを1対1にしております。でオキシは、1.5 倍ですね。でオキシは 1.5 倍の状態で配合しております。まずこれで根元側を塗って、ちょっとオレンジっぽいのが気になるんですよね、若干。それがどう出るかを見て、もしあまりいい感じ出ないようであれば、ちょっと色を調節したりするかもしれません。とりあえず塗ってみたいと思います。予測なんですけど、多分ちょっとアッシュが足りない気がして、 A10 だとちょっとパワー足りないかなっていう感じなので、ブルーをちょっと混ぜたいと思います。で、もう一回ちょっとブルーを配合したのを作って、なので多分新しいレシピとしては A の10、それからイゴラさんの CPV の11に対して、ブルー、これ1対1に対してブルーの方を今の感じだと 30% ぐらいプラスの感じが一番理想かと思います。でそれに対して、残液に対してオキシを2倍ぐらい、残液が残りますよね。それに対してオキシ2倍から3倍ぐらいのやつを今度毛先に塗っていくぐらいでちょうどいいんじゃないかなっていう予測が立ちました。なんで、今の現状で置いてったら、ちょっとオレンジ味を消せないかなっていう感じがするんで、もう一回ちょっと薬剤作り直して、やるぐらいがいいかなという感じの判断です。では色が、入りましたので、根元の方はブルーをちょっと足しました。で根元がちょっとオレンジ気になったので、で毛先にグラデーションで伸ばしていったような感じですね。毛先の方を若干オキシを多めにしてグラにしました。でこれで流していきます。これ軽めのゴム、はい、まあ内巻きにしてこのぐらいの長さだったんで、で、これそぎの、入れる、ペンシルシザーの入れる奥行きなんですけど、どういう風に入れていけばいいかっていうと、はい、今日も撮影が終わりました。はい、今日はブリーチして初めてのブリーチをさせていただいて、あとはカラーですね、カラースローの A10 とイオラ のバイオレットですね、新しく出たやつと、あとブルー、スローのブルー混ぜて 30% 混ぜたやつにで染めてます。で結構ボブは今回はちょっと柔らかめじゃないや、エアリー感がある感じにしたので、結構そぎはたくさん今回は入れてます。モデルさんの希望でそうしております。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。また、なんか、こういうのやってほしいよとか、いろんな企画など、いろいろこう意見がありましたらコメント欄の方に書いていただきたいなと思います。あとチャンネル登録していただけるとありがたいと思います。まだこれから頑張りますので皆さん見てください。はい、ではありがとうございました。バイバイ、お願いします。さよなら。ちょっと追加の動画なんですけど、モデルさんめっちゃ気に入ってくれたので、髪型ですよね。はい、これはやらせじゃないですね本当に気に入ってくれたんですよ。本当によかった。イメージ通り。イメージ通りですか、はい、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日も撮影が終わりました。はい、今日はブリーチして初めてのブリーチをさせていただいて、あとはカラーですね、カラースローの A10 とイオラの
あのバイオレットですね、新しく入れたやつと、あとブルー、スローのブルー混ぜて 30% 混ぜたやつに、で染めてます。はい。で、結構僕は今回はちょっと柔らかめじゃないや、エアリー感がある感じにしたので、結構そぎはたくさん今回は入れてます。モデルさんの希望でそうしております。はい。今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。また、なんか、こういうのやってほしいよとか、いろんな企画など、いろいろこう意見がありましたらコメント欄の方に書いていただきたいなと思います。あとチャンネル登録していただけるとありがたいと思います。まだこれから頑張りますので皆さん見てください。はい、ではありがとうございました。バイバイ。さよなら。ちょっと追加の動画なんですけど、モデルさんめっちゃ気に入ってくれたので髪型ですよね。はい。これはやらせじゃないですね。本当に気に入ってくれたんですよね。本当に。よかった。イメージ通りです。イメージ通りですか。はい、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。